こんにちは、今日は、こちらですね、カネキンジムに約1年ぶりに来ております。今日は、手術後、開胸手術後の、ちょっと筋トレ動画を、Vlog 形式というか簡単にちょっと、撮っていこうかなと思います。いいですか、ちょっとチラッとだけ。こんにちは、カネキンです。カネキンさんです。ゲーマーの皆さん、カネキンさんいいのかな。僕は今から足トレです。そう僕はちょっとついていけないので、また、まあついて意外とついけるかもしれない。死んじゃうと思うんで、ちょっともういつでもさ、しようしよう。これはこのテーマパークを今日はもう完全に個人の趣味で楽しむっていう動画です。せっかくちょっとカネキンさん一押しがこの胸のインクラインのマシーンだったんで、それをやりたいから胸トレと腕、今日腕もやるのかな。他の胸以外はだいぶ戻ってきたけど、胸の重量はもう半分ぐらいになりました。なのでそんな重くない重量でしっかりと綺麗に丁寧にやるのが今の目標。調子いいかもしれない。いけるな。すごいっすよ。これすごい。なんかこう最初こうで上げた時にちょっとこう収縮する、こう寄るんですよ真ん中に。でこうギュッてなるんですけど、なんかあんま胸寄せなくてもすごい入る。Everybody fall down once. Yeah, every lug will fall down once. Yeah, everybody fall down once. Yeah, every lug will fall down once. Hold it when it come. It ain't gonna stay when it drop it. When it fall down, pick that up. Hold it when it come. It ain't gonna stay when it drop it. When it fall down, pick that up. Sick of love slipping through fingertips. Watch that flame keep it flickering.All that bickering, enveloped in bitterness. I think we bigger than all of them little things. Love unconditional, disaster is imminent. We ain't got minutes to spare, spitting divvy up. I know what you did. Thank you.
あんまり僕のジムにはなかったから、じゃあ使ってみます。Everybody fall down once, yeah, every logo fall down once. Yeah, everybody fall down once, every logo fall down once. Hold it when it come, it ain't gonna stay when it drop. And when it fall down, pick that up. Hold it when it come, it ain't gonna stay when it drop. And when it fall down, pick that up. Listen to me, this love is a rocky road. Don't know who you are till you get too close. You got a heart that's good as gold. なんでこんなパンプするの？僕これマシンじゃないのか、一般的で。でなんかマシンだとすごいパンプする。どのジーンズに絶対ある。背中を鍛えてる。滑りがめっちゃ滑らか。本当にケーブル類が何だろう、すげえ滑らかですね。この僕のジムにはこの足かけるところがない足かけるのがない。あーめっちゃこれもダメだった。わ、やりやすい、すごいな。これはやったことないと思います。あーやり、すごい、これすごいっす。向きが違いましたこうですね、違うな。あーすごい、いやすげえ、めっちゃやりやすい。ちょっともうトレーニングは正直終わりだけど、これ背中のマシンを味見しさ。おお、すごい。これもカネキンさんおすすめらしいです。肩のフロントの。ジムで買えるんですよ。はい、作ってもらえるんですよ。日本のボディービルでアメリカに行って、アメリカで優勝してる実績がある。アメリカ人のそのプロの中で、まあ現役に引退しちゃったんですけど、マニアックらしいですか。マニアックらしい。それ詳しいじゃないですか。結構もう日本のレジェンド、もうパイオニアレジェンドで、最近引退したから。引退したんですよ。次はマジっすか。トレーニング、え、いいっすか。多分似合うかなと思ってますよ。え、マジっすか。使ってください。トレーニング、こんないっぱい待っていいっすか。ありがとうございます。その代わり近いうちゲーム一緒に遊んでください。あ、もちろんね。なんか僕のお土産に対してちょっと、いや、このお土産がしょぼい。めちゃくちゃ嬉しい。今日飲むんですよ。何キロカロリーぐらいですか。でもそれでも2700とか、でも
今までが増量期とか減量期とか最初の方はすごい食べてて、うん、それに比べるとすごい少ないから、うん、だからやっと好きやすいと。金量で2700、金で2700ぐらい、多分仕上がり2500ぐらいで仕上がると思う。てか今まで2700で仕上がるかもしれない。今は2700で体重はぐんぐん減ってるから一番もう順調というか、本当にすごい順調。これで緩やかに筋肉を維持しつつ減らせる。なるべく16週間ぐらいかけて、あれでタンパク 50g 入ってる。50ですよ。あと強烈、僕の体重だったらあとちょっと食事 1,2 回でも終わりですよ。トレーニングするたびに弱くなってるなってなったらそれはオーバーってなる。多分まあコツとしてはみんなここがスタートしてると思ってる。ここから上げる。逆に